はい、皆さんこんばんは。今回からですね、ペーパーマリオ RPG やっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。これなんかスイッチでリメイク出るらしいな。せやからちょっとやっていこうかなって感じですね。ゲームキューブもこれな、一昔前なんか俺動画上げてた思うねんけどまあええわ、とりあえず最初からやりましょう。ニューゲーム、これはファイル名やな。ファイル名はもう適当に777とかでいいや。はい、これ俺が中1の時に出たゲームかな、うん、夏休み前とかだった。え、夏頃出たよなこれ。こう友達とね同時期に買うて夏休み後かなんかに友達に、お前あれこのゲームクリアしたって聞かれたから、普通になクリアした言うたらなんかキレられたんよな俺よりお前先にクリアすんなみたいな感じで、はってなったけどな、その時に。くっそどうでもいい思い出やけど、なんでな先クリアしてお前消えられなあかんねんちゅう。いきなりちょっと愚痴をね皆さん聞いてもろって申し訳ない、しょうもない思い出話や。またピーチね。これなんかピーチが主人公のゲームもスイッチで出るらしいね。まあこれ僕ほんま一回クリア当時ね子供ながらにしてるので、まあ記憶は今いいか。まあなんかようわからんポイント来たらね、もしかしたら攻略サイト普通ってか、もしかしたらじゃなくて普通に攻略ウィキを見たいと思います。はい、まあ、そんな変なな謎解きっちゅうかギミックはなかったはずやこのゲーム。おう、いやあったかな。マリオストーリーはなんかあったような記憶があるのよ、64の方ね。だゲームキューブ版はあったかな。な64とかの時代はな、けったいなほんまなんかギミックあったような気するわ、ゼルダ筆頭に。ただもうゲームキューブとかからはな、なんかゲームをもう楽しんでもらいたいっていうのがもう伝わってくる。変な謎解きとかでこうな、水増しとかじゃなくて、プレイ時間をもう純粋にゲーム楽しんでくださいねみたいな、そんなゲームがね、大なった気しますよ。ゴロツキタウンですわ。懐かしいな、これ。ここ広すぎて、さまよってたもんな、俺。迷走してたもん、当時。攻略本も持ってたはずにも、はずなのに。てか、あるし、家にまだな。にもかかわらず、広すぎてな。当時としては、これ広いよな、マップ。2004年のゲームにしてはよ。まあ、そこら辺が超いけすかんかったんやけど、まあまあまあ今となったこのな、もう、アラサーになった今、迷うことはないで、ショーとはいう宣言は、せんとくか一応な、迷うかもしれん。てか迷うだろ。さあ、マリオちゃん。ちょっと待って、まず操作を確認したいと思います。持ち物、旅の記録、地図ね。うん、L。はい。なんか、なんか出てきた、出てきた、出てきた。何これ。あ、はい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 。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。じゃあ、行こっか。ピーチ、喋り方がおっさんくさいなお前。あのクリトリスみたいな名前の子やなこれな。うん、そんな名前だった気がするわ。クリスチーヌか。どしもネタすぎる。さすがにお前これ任天堂がそんな下品な名前なつけるわけないわ。クリトリスで。おお、まず俺はね、これもう、全員にこの話しかけんと、モブにな、話しかけんと気すめへんタイプやから。昔から親に言われてたんやな、ゲームするとき。モブに話しかけろと。だからそれの教えがあって、モブに話しかけてまう、どうしよう。クリスチーヌってそうや、なんかツンデレみたいな感じだったな、こいつ。うん、
可愛らしい。えらいべっぴんさんやなっていう見た目ではないけど、もしかしたらクリボー界のなマドンナかもしれんこいつ。ジャンプハンマー、まあもうジャンプなクッソ苦手だった記憶があるからハンマーでいいっすか。まあジャンプ一応やってみるかこれ。おいけるな。いやでも怖いな、うん、ハンマーの、あいハンマーや。こいつワリオの慣れの果てみたいな風貌よな、ほんま見てくれがこの敵キャラなんかワリオの出来損ないみたいな。おやめろお前、普通に喋っとったら黒田は。ジャンプジャンプ、えいえい。あそんなね難易度自体は高くないので、まあまあガード失敗してもいけるでしょう。ナイス。でここでなんか無双シリーズさながらになんかな古文がいっぱい出てくるんよな、モブが。きた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 、これすごいね。当時の技術としてはすごくない、この数。2004年のゲームですよ。ゲームキューブのなポテンシャルがすごかったっちゅうのもあるんやけどな、性能が確か高かったはずよゲームキューブって。なプレステ2とかよりなんかグラフィック綺麗だったよなっていう思い出はある。さあクリスチーナ、おっそ足ゲーそう。スーパーマリオくんってこいつら出てた、うん、なスーパーマリオくん俺この時また呼んでたんかな、記憶にないな。2000年頃まではいや2000、いや呼んでたな普通に。うん、コロコロコミック余裕で買ってたしな俺中学校の時も。え、じゃあこのマリオ RPG 編とかってあったかどうかすらも覚えてないねんけど、うん、沢田先生に申し訳ないな、あんだけマリオくん呼んでたのに。もうめっちゃスーパーマリオくん書くんうまいから、多分世界一うまい思うで。めちゃくちゃうまいで、ヨッシーでって言うと、マリオくん書くん。トグロウンコとかもな、この田中太郎とかマリオくんでしょ。俺がもうほんま、めちゃくちゃなんかな、クソがリアルだったんよな、スーパーマリオくん。あ、キノジーやん。このジジイ、ほんま、マリオなんかパシリとしてな、扱うから嫌やわ、ほんま。自分で行けや。足腰絶対な、なんか弱そうなふりしとるだけやで、キノジイって。いや、知らんけどな。いや、もしほんまにあれだったらごめん。そこら辺はあんま俺、キノジイのオタクちゃうけん、あんま詳しないねんけど。ほら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 、これな。まず持ち上げるのマリオのことをな、絶賛大絶賛。え俺って。ほんでこのマリオもな、この神シリーズのマリオはアホやからな、何でも言うこと聞いてまうのよ、うん、卵みたいなもんや。なんかとりあえず汁につけたらしゅむやん卵って。それと同じ、何でもつかりよんねんこいつ。このマリオは何でも言うこと聞きよんねん、アホやから神シリーズは。例えがクソすぎるな。卵の例えはあまりよろしくなかったね。食べ物で例えたらダメやわ。お、クリスチーヌが仲間になる。かわいいな、クリスチーヌ、こう見たら。なんか、ほっぺた、クリボーみたいにして、ヘルメットのけたらただのクリボーやけどな。ほっぺをちょっと染めるだけで印象って全然ちゃうもんな。ほれほれほれ、見て見て見て。全然印象ちゃうもんな。肌の色はともかく。なんかまつげをちょっと添えてやな。つけまつけて、ほっぺ染めて、ヘルメットかぶるだけで、あら不思議。女の子に様変わりと。先生ね、うん、これまたパシリ、マリオをパシリに使う先生。ジジイキャラほんまなんかな、言うことだけ言うてマリオをほんまに存在に扱うから嫌やわ。
マリオもっとがめつい感じで物申してええんちゃうかお前。さあモブにとりあえず話しかけていきます。フランクリン、そういえばそんなおっさん、東へここから右にいた場所のことアホなんやな。うん、これやばいね。時代が時代ならやばすぎん。 R18 指定だろ。じゃあみんなここはねもう飛ばしてくれ。もう俺はちょっと話しかけていくから。これコンタクトオーバーハンやん。俺コンタクトしたことないな。メガネ早わ。いやコンタクト怖くないか、ガチで。あでここで通せんぼされるんやな。うん、一昔前にねちょろっとやってたんで分かりますよ。ここ先の展開を先にネタバレしていくというね、もう初見お断りみたいな感じの動画になってますけど、まあ申し訳ないと。はいはい、出た。邪魔くさいわこのおばはん。どけのけ。何ここ。あ、かわいいね、クリトリスちゃん。君、ジャンプする姿。え、めっちゃ愛おしい。めんこいわ。お、かわいいな、お前。マジで。当時中1だった俺は、クリスチーノをかわいいと思ったことなんて一度もなかったけど、おっさんになってからクリスチーノを見るとなんかかわいいね。え、マジくれるん？コンタクトレンズ。さあ、ここで、コンタクトレンズを。ないんかい！何やったんや、今の時間。いらっしゃいませ。お客さんショップの初めてですね。ああ、お腹すいた。今これ、朝の11時に撮っとるんやけど、昼飯前なので、てか昼飯前というよりももう一度説明いらないです。一日僕は一食なので。一食溜め込んで食うタイプなのよ。それね、あんまよろしくないらしいけどな、太るから。一日一食でドカ食いする方が太るらしいし、健康にもあまりってな。まあ、健康的な食事を心がけたいのであれば、一日やっぱ三食っていう。お腹鳴ってますわ。これ女の子だったらな、ASMR みたいな感じでみんな喜ぶんだろうけどな。残念。アラサーのおっさんなの、おっさんの腹減り音とか誰も聞きたないわな。へい。つっちまったぜ。GTA みたいな世界観やな。トゥルークライムとか。あ、ゴキブリ。え、これ踏めへんの？え、マジか。動物の森だったら。マジか。これ踏めんかったっけ。まあ、ええわ。んな、どうでもいいことはさておいてやね。なんか64にあったバーはもっとおしゃれな感じだった気がするな。BGM とかもな。これあれやん。後に出てくる人やん。名前知らんけど。あ、マルコか。これなんかモチーフにしたキャラ。これ。なんかどっかで見た記憶もあるけどな。こういうモブ。こういう見た目っていうかビジュアルのな、キャラ。あれ？いや、ガチでお腹すいた。新喜劇前に撮っておりますわ、今な。土曜の昼の11時やから。いや、止まらん。こっちはもう昼の12時からも新喜劇して、昼の1時からも新喜劇しとるからな。関西人よりお前あれやで。新喜劇見とるで。セーブええて。うわ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 、どぼうどどどどぼうって何、泥棒。はあ、なめとんか、あのカス。もうなんて町なの。いや、クリスチーヌな、ボイス付きだったらめっちゃ可愛らしい感じするけどな。ボイスはいらんわ、マリオに。
俺ドラクエと、え、こいつクソ弱かった記憶はあるけどな。うん、まあ絵は面倒や、後で。確かこいつあんま強なかった記憶はありますせ。あ、占いの人か。まあ今は用なしですね。さあジジイ、うわー、誰かの部屋やんこれな。本山積みで、こんなん友達におらんかったけどな。実際おるんかな、こんな本山積みにして。うん、みんな俺の友達き部屋綺麗だったわ。クリキンとも自分で名前ネタにしてもうてますやん、自虐。あ、クリスチーヌか。うん、失礼やなお前。自分の名前をネタにしとる思ったら、クリスチーヌをネタにしとるとか言うね。畜生だったわ。いや、クリスチーヌマジで可愛いない。やばい、お前、お前に惚れそうになってきた、可愛すぎて。いや、可愛いね。うん、元気はつらつ、喜怒哀楽がめっちゃ表情に出そうな、いっちゃん俺の好きなタイプの子やん。トラブルのララみたいな。さあ、そうね、もうここらはちょっと2021年におそらくやってるので覚えてますね。いや、みんなトラブルって誰がいっちゃん好き？もう僕はもうダントツでララなんやけど。連載当初からララだったで。で、連載開始当初の初めの方にジャンプであったあの扉絵っていうかなんかな、カラーのララの水着、ララの水着と春菜ちゃんの水着のなんかあったやん。うん、知ってる人だけ。やばい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 。マジ吉マジ吉。あれはほんまね、ええおかずやったで。せんずりせんずりやってレベルだったもんな。あのララの水着。今見てもエロいと思うわ、あれ。こうしておれん、クリスチーヌ君、マリオ君。ダッシュダッシュ、早速この魔法を伝説扉向かおうぞ。武将様みたいな喋り方になってきた、ミサイルマン。このそうだ、マリオくん、まだなんかあんかい。柄のあややからみたいなやつがおんのやな。アクションコマンドを知っておるのかね。あ、一応聞こう。何？あれ以外なんかあるんか、ジャンプハンマー以外なんか。うわ、これか。めんどくさいチュートリアルや、これ。覚えてる覚えてる。これ前やってなんか俺、うわ、くっそだるいな、なったわ、これ。知ってる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 。まあいいわ、ここでちょっとクリスチーヌボコボコにしてからちょっと行くわ。え？うわ、かわいそうかわいそう、虐待虐待。いや、クリスチーヌとかお前ペットみたいなもんやからな、かわいそうやで。女大丈夫か、かわいい。ハンマー、うわー、こんなんリアルで思ったらぺちゃんこぐっちゃぐちゃになるやん、ミンチになるだろうな。グロい。中に誰もいませんよとも言わんレベル、言えんレベルでぐっちゃぐちゃになるだろうな。跡形もなく消し飛びそう。はい、肉片がバラバラーと飛び散ってしまうっていう感じ。分かった分かった、もっとすごいテクニックやって、いやらしい方のテクニック教えてくれよ。18禁の方のテクニックを俺に教えてくれ。 B、 ほい。あ、これな、こんなんあったな、そういや。このスーパーガードの方がタイミングシビアだったんちゃうんか。ほら、ほれ見てみな、言うた通りやろ。さあ、お前、なんだって、ちょっと前やっとるんやから、ここ。アクションコマンド、え、ちょ、もう一回なんか、なんかあるんか、他に。
今の B ボタンのスーパーガードとか完全に忘れとったわ俺。そうやな、そんなんあったわ。え？あ、ごめん。ジャンプとハンマーボタン押すんだったんか今の。まあええわ。あ、いや、もうちょ、ジジイそこにおったらちょっとあれなんやって。もうきっしょ。これ月相がボスのとこちゃうの。え、ジジイ左か、左やったっけな、うん、あ、ちゃうな。これまたあれ占いの人か。あーん、よく来ましたねマリオ。そりゃこんな人おったな。あえぐなよ。これハンマーで叩き、なんかあれか、アップデートしたハンマーとかじゃないと。あ、ちょ待って待って待って、ごめん、みんなごめんなさい、僕はここ知ってるんです。あれ、なんかここあったでしょ。あれ、ほれ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 、そうよそうよそう、なんか星のかけらがなあるんよここな。うん、多分他にもあると思うけど、ここだけ覚えてるのよ。えい、これどうい、かわいい兄ちゃん、青缶タイムや。 4P タイム、俺も入れて 5P、 いやジジイも入れて 6P、 すごいことになりそうやけど。むきー、下でねねね、突き上がりやって。かわいいねお前ら、うん、絶対やられるのに、やられるの分かってて。クリボー一族、注意せねばならぬのは真ん中に。これね、なんか敵の説明がやたら辛辣だった記憶があるのよな。辛口評価だった気がするこれ。クリスチーヌのやってみるか、うん、これ多分マリオが先攻撃したらやられあれなんで、ちょクリスチーヌにちょっと一回チェンジしてやね。技で物知り、はい、リボーよ、ザコの中の坂、キングオブザコ。失礼な、お前がして声に出して読むなよ。ひでえな、言うたるなよお前な、かわいそうに。いい、オッケー、オッケー、ナイス。でさらに物知りで、トゲクリは何、これ失敗するん怖いな。トゲクリボー、頭にトゲのついた帽子をかぶったクリボーってことね。最大値、あー、それだけか。クリボーだけひどすぎる。キングオブザコとか言うな。一番いらん称号やん。名誉毀損だろ、あんな。あい、物知り、物知り。羽クリは？これパタクリ？羽クリ？パタクリか。羽は、あれ、のこのこや。羽がついたクリ、ちょっと羨ましいだけか。まあ、確かに、なんか地位は高そうよな。高みの見物。羽が生えてるだけでもすごいアドバンテージやん。でも、クソザコなめくち。そら、キングオブザコ言われますわな。うわ、クリトリスかわいいね、買ったとき。ほんまこいつよう動きよるわ、クリスチーヌ。可愛らしいわ、うん。娘に欲しいな。こんな孫おったらええな思うわ。あー、先制攻撃ね。はい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 。もうじじいに先制攻撃したいけどな、お前。何を偉そうにいけシャーシャーとお前命令しとんねんちゅうな。ほれほれ、お前、お前ジャンプ力足りひん。おお、やばい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 。ラリってるラリってる。ワイだけはみごせんといてみたいな感じやな。小学生ちゃうねんから。もうはみごもそんなお年頃ちゃうやろ俺たち。これ平均年齢やばそうやもんこのパーティーで。プレイヤーの俺入れてさらに平均年齢爆上げやで。でもマリオって27、8歳やったっけな、この見た目で。この見てくれでな、ヒゲ生えたずんぐりむっくりの鼻でかおじさん。おい、違う違う違う、これハンマーでやった方がね、やりやすいんですよ、クッソが。でもハンマーだったらこれ、すかされん？
柔らかい、やらこいね。体力が可愛いクリスチーヌ。だって64の時ってクリオやったっけな、あの青の帽子かぶった妹が可愛いキャラね。あいつな、家族思いで、うわ、ええやつだった感じがするけど。一体ずつだ。ちょ。ハンマーで、ここらでやられるわけにはいかんのですよと。キノコ食べたら豪快復。はーい、ファイアフラワーゲッツ。これは壊せたっけな。でここの土管を行ったらなんか進展するんよな、ストーリーが。こっちは関係ないはず。え、これ何やったっけな、あんま覚えてないですね。うわー、出た。これで後々ね、なんかピクミンみたいについてくる子たち、うん、覚えていますよ。ネタバレして申し訳ないけどな。でこいつはね、すっごいガードのタイミングが難かった記憶があるから、先手必勝、やられる前にやれ、それだけです。お前やばいよ。オッケー、うまいことできとる、できとる。まだお前31になったとはいえよ、うん、反射神経は鈍って変動。ってかもう31になってだいぶ経ってるけどな。来年の2月で32歳やで。まだまだピチピチ20代の気持ち、これ30代の人にしかわからんだろうな。30になっても全然みんな20代の気持ちでおるだろ。くっそー、無理か。これは多分20代とか10代の頃でも無理ですね、今のは。反応できひんわ。早すぎ。まあでも35とかが来たらさすがにもうな、おっさんや、完璧なおっさんや。まだギリ30前半でおっさん呼ばわりされるんはな、ちょっと尺やけど。もう35はな、おっさん言われてもまあねっていう。下ネタもそんな言えへん年頃で。それな、もうアラフォーになって下ネタ連呼してたらキモいわ、さすがに。今の俺みたいに。ドン引きされる。鍵がいるんやったっけ。はい、私、伝説の勇者ドラクエでも、いけそうな感じですよ。通用しそうなマリオです。ドラクエの世界でもね。アホやな、自分。鍵って、あの形以外、まあ、いろいろあるか、鍵はな。ゲームは特に。またこのな、気よくしたマリオは言いなりになってしまうと。紙飛行機にはまだなれへんから。これ高所から落ちてもね、そこかい。これペラペラめくるん何やったっけな。なんかあったよな、これな。律儀に一段ずつ登るっていうね、ゲームあるあるではない。ゲームあるあるは階段の上り下りが下手くそなんやけどな、なんか。めちゃくちゃスライド移動する階段の時でもな。で、このマリオはちゃんと一段ずつね。ジャンプしてるだけやけど。持ってきたでー。邪魔するでー。邪魔するんやったら帰って、あいよー。なんてな、ブワハハハ。バーカめー。BGM 怖すぎな。確かマリオ RPG からね、この BGM がダークな雰囲気になったんやったっけな。ざまあみろ。ざまみー。いいか、これからよく消え。襲う紙飛行機に優しいお前。ツンデレ3名。ギャーなんて恐ろしい。こいつ可愛すぎだろ。このゲームのヒロインお前ちゃうの。
ピーチちゃうて。何でも教えてくれるやん。わかりました。ブワーハハハハハ。モノゴッツ、ええやつでしたね。あまりにも下手すぎてびっくりしたんやけど。そんなお前大それたことちゃうで、お前。ここからみんな何回失敗するか見よって。何回失敗するか数えて。当てた人には100万円贈呈したいと思います。ま、さすがにね。これお前 BGM 神なとこ来たやん。ここ俺だんまり決め込んだ方がええかな。ここのね、BGM みんなに聞いてほしい。言わずと知れた神 BGM のポイントですね。あー腹すいた。いやほんまね、ここの BGM ええわ。大スコだ、ここの BGM おかずにしこれるだろ。めっちゃええわ、ここの BGM。何遍言うねん。マリオストーリーのオープニングのとこも良かったよ。あのマリオがなんか空から落ちてくる時の BGM。あれも最高の入り。オープニングの入りだったんやけどな。入りだったんやけど。ただ、ここも負けず劣らず最高の曲ですね。ただやっぱオープニングはね、64の方が好きやな、俺。てか、俺64とゲームキューブしかやったことないけど。Wii 以降のね、マリオストーリーはやったことございません。はい。まあ、解雇中言われても反論できひんわ。だここらの思い出補正がね、えらいことになってまんねん。そこ行けそこ行け、ドラゴンオンでと。またネタバレしてもうた。やっぱ知り尽くしてるゲーム、まあ、知り尽くしてはないけど、クリアまで行ってるゲームなんかどんどん先のこと言うてまうな。これネタバレするやつの気持ちわかるわ。なんかネットとかでおるやん、アニメとか、アニメっていうかあのドラマとか、いや映画か、映画とかのなんかね、ドラマちゃうゲームとかネタバレするやつ、あいつらの気持ちなんかわかるわ。なんか先々言うてまうねん。言いたなんねん。で、俺は言うてまうタイプの口やな。自重せい言うな。自重しろ。わかったんですか、先生。どうやらマリオ君のスペシャルをこれな。スペシャル技はほんま、64の方が思い出っていうか、64のなんか星降る街みたいな。一回試すか。なんかめちゃくちゃ星で攻撃してくれる人おったやん。あれがくっそエグかった記憶があんねん。え、これジジイで攻撃できるん？大丈夫？老人いじめることにならん？ただでさえ高齢化高齢化言うとるのによ。高齢者を、なあ、やめとこやめとこ。元気元気やって。ダッサいネーミングやで。わかりやすいけどな。子供からしたら。あーこれ失敗、連、アホみたいに連打しても良くないってことやな、これな。なんかマリオがクラクラリンになるから、これ。いや、使い勝手ゴミクソやな。エイムいらねえわ。これは使い勝手いい、よろしくないっすね。観客のキノピオがな、これまた可愛いのよ、みんな。こう観客要素、ほんまに俺は神は思ってる。こっちみんなっていうのもあるし。このおかげでなんか戦闘が楽しいのでね。うん。なんか、おれおれおれ、喜んでくれとるやろ？
ジジイに攻撃できるんや。こう観客ポイントみたいなパラメータがなんか溜まっていくねんな、これ。はい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 。いや、ジジイハンマーで、ちょっと。ライサー、どんどんスターパワーが溜まっておるぞ。おまけにうまく行動すると観客も増えていくのか。ちなみに今の観客数はここを見ると分かるぞ。16人。マリオくん、ビンゴチャンスだ。あー、そうなったな。目押しタイムやん。うわー、目押し目押。こい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 。これはもうか、これまああれやな、当たるようにできとるんやろな。チュートリアルやから。50人になりましたね。いや、ガチでキノピオかわいすぎひんか。ハンマーブロスもおるけど。なんであのハンマーブロス1体だけなんやろな。友達と来いよ。連れ連れて来いよ。かわいそう。ほんまガチのハミゴ。あ、ハンマー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 。ハンマーブロスからハンマーを。なんや、こいつお前敵か。まあそらそうやろな。あいつが味方なわけない。彼らを攻撃してはいかんぞと。だから分かりやすいようにあれやな、なんかキノピオとハンマーブロスとかでこれ分けとるんやわ。敵味方区別つきやすいように多分ね。知らんけど。ドラドラ平原や。まあ、そこまではね、一昔前やってた時にまた言ってますんで、これまた鮮明に覚えてますわ。ただクリアしたんは2004年とかだったはずやからな、もうほんまに発売当初にクリアしただけやから。後半に行けば行くほど曖昧になってくるかな。ピーチ。ちなみに僕はデイジー派です。俺はやっぱりデイジーですね。ルイージからデイジーを寝取るのが夢です。はい。今スターズ、はい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 、ピーチね。てかピーチってほんま主人公になれるほどのなんかな、身体能力お化けなんやから、お前いけるだろクッパ別に連れ去られてもって思わん。今度スイッチで出るピーチのゲームでな、あんなマリオ以上のなんか身体能力披露しとるわけやから。ガツン殴り、このバッチのな名前センスあるわマジで。マジでセンスある思わん、このバッチのネーミングセンス。これは僕はもう尊敬してます。いや練習はねしません。はい、いやだからしません。もうこれは大丈夫ですね、うん、別に、うん、ただこれねバッチはつけんといかんかったと思うので、そうこれ B、 だこう BP じゃなくて残り2ね。はいはい、これね、これでまあうまいこと調整しなさいよっちゅうやつですね。え、こいつ弱かったよな。いけるだろお前。こいつ、うわー、やっつけよ。そない大したことなかったはずやで、お前。ハンマーでいい。それこそもうガツン殴りで。はい、4。え、まだいけるん、お前。物知りしとくか。どんな説明になるん、こいつ。ガースよ、ここを通る人から通行料を取ろうっていう、ちょっと嫌なやつね。最大 HP は20。はぁ、高いね。踏まな、あ、じゃあお前クリスチーヌ攻撃できひんやん。大丈夫。あ、やばい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 。これ失敗したら終わるパティーンやん。やべ。ここはガツン殴りで。うわ、マジか。
うーわ。え、ちょ、これ一回やってみていい？無理無理無理なんかい。やばっす、下手すぎてやばいぞこのガードが。ガードがやばいよ。うん、あまりにも下手すぎてやばいですよと。どのタイミングや。うい、早い早い、今度はなんか。泥仕合すぎひんか。お前邪魔すんな。いやー、もったいないけど、もうつこてまうか、ファイヤーフラワー。うん、こんなん出し惜しみしててもな。使えるとこでどんどんつこてけ。出ないとこくっそ長いことに。ナイス、いいね。あー、しょ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 、あとちょっとあとちょっと。お前ガードできひんかったっけ。ナイス、オッケーオッケー、それはいけるそれはいけるそれはいける。あと1。ふぃー、ギリギリセーフ。これガードやばいな俺。大丈夫か今後。ガードできんかったら難易度爆上がりやで。すまんな、ガード下手すぎて。あ、クリスチーヌがやばい。しけた場所。じゃあこれはもう一回あれやな、宿屋で寝てセーブして、今回はじゃあ終わりますか。皆さんお疲れ様でした。長丁場ありがとう。これスピンアタックみたいなんてまだ？あれ64だけか？これ気の字になんもなし。同じことか。壊れたレコード化してるわ。ちょっと鼻くそもほじりたいんで終わりますわ。腹すいたと同時に腹くそもほじりになってきたんで終わろう。ちょうどええ頃合いやね。ういっす。はい、じゃあね、今回はここまでにしたいと思います。また皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。